はい、じゃあ続けていきます。いや、まさかね、こんなに長丁場になるとは思わなかった。ただまあラノベ調だったら、ラノベじゃない、ノベル形式だったらいくらでもね進められるんでいいですね。ちょうどね、トゥームランとかね、カイネのボイスの人のね、別のゲームではめちゃくちゃ迷ってるんでちょうどいいだろう。高い空に薪割りの音が吸い込まれていく。音だけ聞いているとどれほどの匠の技かと思う。しかし実際に出来上がる薪は大きさも太さもバラバラで見られたものではなかった。くそったれお世辞にも上品とは言えない言葉を吐きながら斧を振るっている小さな老婆にカイネが声をかけた。ばあちゃん。なんだいカイネ。近くに寄ると危ないよ。昔の、ほんとずっと昔の弓を見ているんだね。言ってるそばから勢いよく弾かれた太い薪がカイネの方をかすめて飛んでいく。カイネは用心深く距離を保って大きな声を出した。これまた漢字難しいんじゃないかな。一応全部読めてましたけどね、多分。あ、漂っただけ読めてねえんだ。水汲んでこようか。祖母の手が止まる。一瞬眉が寄った後ことさら明るく笑ってみせた。いいよいいよ、私が行ってくる。最近は魔物も出てきて物騒だからね。手伝ってくれるなら薪割りを頼むよ。何歳の子に薪割りを頼むんですかね。カイネに斧を渡し、祖母は紐のついた桶を2つ持ち上げる。担いだ棒に桶をぶら下げ水を運ぶのだ。どちらかといえば薪割りより水汲みの方が重労働だった。重いからね水は。だからこそカイネは手伝いを申していたのだが、一方で祖母に断られてしまうことも半ば予想済みだった。祖母は孫のカイネにいろいろな手伝いを言いつけたが、集落へのお使いだけは不自然なくらい頼んでこなかった。カイネが村をうろつけば子供たちにいじめられ、大人たちから心ない嘲笑を受ける可能性が高いからだろう。祖母はそんな憂いを浅はかに口にするような人ではなかったが、カイネは自分が腫れ物のごとく気遣われていることを敏感に察していた。言われるがまま家の中の用事だけを手伝っていたのは、これ以上祖母に負担をかけたくなかったからである。家の中の手伝いをできるようなカイネに見えないですけどね、年取った後。祖母はカイネと暮らすようになってから住居を集落から離れた岩場に移した。あ、例のあそこか。村人たちからの苦情や嫌がらせが増えて移らざるを得なかったのだ。別にさ、でも何も悪いことしてないわけじゃんねえ。いや、例えばさ、ね、そのカイネがいるから魔物が襲ってくるとかそんなわけじゃないじゃんね。そんな事情を踏まえて選んだ場所は本当に静かで、家の中や周辺を出歩くくらいなら村人たちと顔を合わせる心配もなかった。カイネは平和で居心地のいいけれど、とても狭い世界に生きていたのである。まあ狭くてもね、いいんじゃねえかな、平和だったら。祖母が水汲みに出かけた後、カイネは生まれて初めて薪割りに挑戦してみた。中途半端な音が響き、斧が丸太に刺さったまま抜けなくなってしまう。押せども引けどもどうにもならず、カイネは癇癪を起こして丸太が刺さったままの斧を地面に叩きつけた。聞き慣れた祖母のバジ殺言が無意識に口をつく。これは難しいな。雑言かな。クソったれが。結局おばあちゃんに似ちゃったんだね、かわいそうに。気持ちのいい音がして薪が割れた。小さな気片がうなりを上げて回転しながら真後ろに飛んでいった。カイネは形も大きさもバラバラになった薪を見下ろす。一緒じゃないか。難しいもんだな。両手にペッと唾を吐きかけると、カイネは斧を握り直した。空に響く薪割りの音がようやく様になってきた頃、祖母が水汲みから戻った。カイネが量産した不揃いな薪を眺めるなり、不器用だねと笑い飛ばす。おばあちゃんに言われたくないよとカイネは向かっ腹を立てたい祖母に背を向けた。豆が潰れて血だらけになった手のひらをそっと隠す。その時後ろで大きな音がした。振り向くと桶が一つ転がっているのが見えた。水がこぼれ床を濡らしている。祖母はその水浸しの床に両膝をつき、震える手でもう一つの桶を必死に支えていた。おばあちゃん。カイネが走り寄ると、祖母は顎で何度も桶を刺した。早くこれを、せっかく運んできた水が。カイネが言われるがまま桶を受け取ると、
祖母は力尽きたようにそのまま床に倒れ伏した。分厚いスカートに水が染み込んで、みるみる色が変わっていく。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん。飼い犬が必死に呼びかけ、体を揺すると、祖母は大儀そうに頭だけ起こした。うるさいね。臨終の席じゃあるまいし、重いものを持ってちょっとくたびれただけさ。そう言ってあくびをする祖母にほっとしつつも、飼い犬は祖母に夜年波を感じずにはいられなかった。何かと飼い犬を守ってくれた祖母だが、自分が彼女を守ってやる日も近いだろう。それはもはや予感ではなく確信だった。だからこそ翌朝、飼い犬は寝床で大事をとっている祖母に一つの決意を打ち明けた。私が村に行って薬をもらってくる。祖母が慌てて起き上がろうとしたが、飼い犬はかぶりを振って制した。私なら大丈夫。祖母の視線が飼い犬の全身をくるむように注がれた。何度か意識的に瞬きをすると、ゆっくりうなずく。じゃあお願いしようかね。そして家という守られた場所から飼い犬が一人で出ていくのを祖母はいつまでも見送っていた。いつまでも、いつまでも。飼い犬は祖母から預かったお金と薬屋までの地図を何度も確認しながら足早に谷へ向かう。途中物音がするたび、魔物か、はたまた太刀の悪い子供たちかと身構えたが、岩陰から出てくるのは小動物や鳥ばかりだった。そうこうするうちに無事集落に着くことができた。賑やかとは言い難い村だが、商店街の並ぶ界隈にはそれなりに人通りがあった。飼い犬を見つけるや否や慌てて背を向け、恋をしむる大人たちの姿が視線のあちこちに入ってくる。どういう容姿をしてるんですかね、飼い犬は。今と大して変わらないんだろうけど。飼い犬は全身の筋肉がこわばるのを感じて大きく深呼吸した。一晩中考えていたことをまた反芻する。反芻でいいのかな、難しいな感じが。これからも祖母と二人で生きていくために、まずは自分一人で立てるようにならなくてはならない。私は強くなる。飼い犬は何度も自分に言い聞かせた。そして明らかに自分の噂話をしている中年女を見つけ寄っていく。薬屋はどっち？まさか飼い犬が自ら話しかけてくるとは夢にも思っていない中年女は、たるんだ頬の肉を震わせて口ごもった。その瞳に焦りと恐れの色を見つけ、不意に飼い犬は愉快になる。怖がりはお互い様だ。どっち？飼い犬がさらに詰め寄ると、中年女は夢中で右を指し示し、転がるように去っていった。ゆっくり周りを見回すと大人たちは皆うつむいてこの場をやり過ごそうとしている。別に噛みつきゃしねえのにな。石が飛んでくる心配はなさそうだ。飼い犬は胸を張って薬屋へと向かった。薬屋では思いがけない先客と顔を合わした。ガキ大将のディモだ。ああ怪我してるのかな。家のお使いで来たらしく、珍しく一人だった。なんでお前がここにいるんだよ。一応すごんできたが、いつもの迫力はない。何より腰が引けてるよ。飼い犬はリモを無視し、店主に疲労回復の薬を注文した。おう、リポビタンか。誰かの見舞いか、クソババアがくたばったか。てめえには関係ない。とっとと失礼、クソったれ。飼い犬の初めての反撃にリモは顔を真っ赤にし目を向けたが、年老いた店主から喧嘩すると親父さんに言いつけるぞと言われ、しぶしぶ引き下がった。下打ちをし、肩をそびやかして店から出ていく。もう完全にばあさんに似てしまったな、口癖が。薬の調合中、一人になった飼い犬はやっと力を抜いて店内を見渡した。金さえもらえれば店はちゃんとやってくれるんだね。独特の香りが充満する店内には無数の瓶が並んでいた。白いラベルに異国の文字が記された。その中には葉っぱや木の皮や実、そして動物の爪や虫の黒焼き、なんだろうそれ、さまざまな材料が入っている。その多様さはそのまま世界の広さだった。飼い犬はまだ見ぬ土地や人々のことを思う。世界のどこかにこんな自分をそのまま受け入れてくれる人や場所が存在するかもしれない。ふと視線を下ろすと、壁にかかった一枚の絵が目に入った。淡い色彩で精美に描かれた美しい少女に飼い犬は見惚れてしまう。
私の娘だよ。これちょっと男の子か男の人か女の人か分かんないけどね。振り向くと調合した薬を持って天使が立っていた。シワの刻まれた額を拭き、額をかき、遠い夢をする。ずいぶん昔に死んでしまったがね。カイネは黙って絵を眺める。少女は時を止めて生きているようだと思った。その心のつぶやきが聞こえたように天使はうなずく。絵はいい、大事な人が永遠になる。天使はそう言うと、薬の袋とは別に古いクレヨンをカイネに差し出した。やるよ、私にはもう描きたい人もおらん。カイネは戸惑い、反射的に後ずさった。他人から親切にされることには慣れていない。そんなカイネを見て天使は困ったように眉を下げた。あんたの噂は聞いている。何分小さい村だからな。口下がない人も多い。正直私だって噂を半分信じたりする。でもあんたはあのカーリーが愛する孫だろ。むやみに疎んじるのも彼女に悪い気がしてな。カーリーとは祖母の名前だったああカイネ、ちょっと名前が似てるのかな。ってことはママは何て言うんだろうね。カリメロかな。あ、お父さんかもかしれないな。カイネの物言いたげな視線に天使は、彼女とは古い知り合いなんだ、随分世話にもなったと頭をかいた。カイネは迷ったせ、おずおずと手を差し出す。天使はクレヨンと薬の袋をしっかり握らせてくれた。あんたに絵を描いてもらえたらきっとカーリーは喜ぶよ。まともな連中もいるんだな。てかまともな連中もいるっていうか、多分こうやってね、味方すると あのまたね、良くないことが起きるっていうか、自分にね最悪が巡ってくるって思うからだと思うし。くす。カイネは力強くうなずいた。思い切って村に来てみてよかったと心から思った。まだ見ぬ広い世界につながる小さな小さな入り口にやっと立てた気がした。家に戻ると祖母は藁にくるまって寝ていた。にしては肩が激しく上下し、足の裏は真っ黒に汚れている。きっとドアが開く瞬間までカイネを心配して部屋中をうろうろ歩き回っていたに違いない。ああババア無理しやがって。カイネは枕元に薬を置くと、こみ上げてくる笑いを抑えて、おばあちゃんと声をかけた。なんだ帰ってきたのかい。祖母はたちまち目を開けてわざとらしいあくびをした。全然気づかなかった。ああよく寝た。そして注意深くカイネの全身を眺めます。どうだった、お使いは。楽しかったよ。カイネがさらりと答えると、本当かいとすっとんきょうな声を上げる。うん、これからはもっと私にお使いを頼んでくれていいんだからね。言いながらカイネは古いクレヨンを取り出す。怪訝な顔の祖母に薬屋の店主からもらったことを伝え、絵を描かせてほしいと頼んだ。絵は描けねえんだよな。私の、そう、私からの贈り物。おばあちゃんを永遠にしてあげる。天使の受け売りを得意げに口にするカイネに祖母は、冗談じゃない、私はもう十分生きたんだ、永遠なんてめんどくさいよと嘘吹いた。それでも言われるがままポーズを取ってくれる。どんなポーズ取ってんの、かっこいいポーズか。カイネは張り切ってクレヨンを握った。長時間静止していることに祖母が疲れ果て、今度こそ本当に居眠りを始めた頃、カイネはようやく手を止めた。完成した絵を眺めて大きなため息をつく。すげえな、俺一回じゃ描き切れないぜ。ダメだ、覚えられない。え、絶望的な声を聞き祖母の目が開いた。見せとくれと飛んでくる。カイネは肩をすぼめてうなだれた。ごめんばあちゃん、クレヨンがあれば誰でも絵が描けるってわけじゃないみたい。紙の上には人間の顔とも粘土の塊とも巨大な岩とも取れる物体がやたら色とりどりに描かれていた。色とりどりには描かれないと思うんですが、それは。祖母の口がポカリと開き、次の瞬間弾けるような笑い声が起こったやっぱりあんたは私の孫だ、不器用だね。カイネがムッとする前に、でもと言葉は続く。
一生懸命さが伝わってくる。いい家じゃないか。嬉しいね。ありがとう。大事にするよ。実際、祖母はその絵を家の中の一番よく見える場所に飾った。そして、朝に夕によく一人で眺めていた。飼い主が決まり悪がると、ひどく真面目な調子で打ち明けたものだ。これを見てると元気が湧いてくるんだよ。もっともっと長生きして、あんたと幸せになろうって思うんだ。そんな祖母の優しさも、優しくも切ない言葉を、よう眺める祖母の小さな背中を、飼い主はずっと覚えていようと誓った。世界の広さと祖母の脆さを知った日々を、ずっと覚えていようと誓った。移ろい過ぎていく人と日々だからこそ、たとえ目の前から消えようとも、ずっと覚えていたかった。ずっとずっと永遠に。ああ、ばあさんとの出会いと日常と別れってことか。薪が外れると、薪は外せねえだろ。貝には、あ、これ何、木皿に乗せられた黒い物体を見つめていた。ずいぶん迷った挙句、意を決して匂いを嗅ぐ。ツンと苦い臭い刺激が鼻を突き抜け、思わず顔が歪んだ。火のそばにいる祖母に尋ねる。これ何の虫？木の実だよ。かまどに薪をくべながら祖母は心外そうに答える。どこをどう見たら虫になる？どこをどう料理したら木の実をここまで黒焦げにできる？問い返してから貝には鼻をつまんで、かつて木の実だったものを頬張った。頬張んのか。まずい。ごちそうさま。このガキと、げんこつを振り上げる真似をして祖母が笑う。やれやれ、生意気盛りだね。そんなもの食わせたら、乙女にそんなもの食わしてもまずいですよ。祖母と暮らすようになって5年が経ち、飼いは15歳か。5年前なら同じ料理が食卓に出されても、飼いはただ黙って飲み込んだに違いない。それもそれでどうなんだろうか。遠慮のない憎まれ口は、飼いが祖母に馴染み、心を許した証だった。飼いはいつものように出かける支度をする。この5年の間、祖母のお使いからは卒業した。今では自分一人で考え、目を配り、その日にやるべきことを決められる。めっきり足の悪くなった祖母に家の中の用事を任せ、飼いは毎日外に出ていた。食いぶちを稼ぎ、2人の暮らしを支えるようになっていたのである。なんだろう、やっぱ狩人的なことをしていたのかな。今日は何をしてくるんだい？祖母が珍しく行き先を尋ねてきた。そろそろケルマの木に実がなる頃だろ。たんまり取ってくるから、ジャムでも作ってよ。あと帰りにいくつか大きめの石を拾っていきたい。手押し車を借りていくけど、いいよな。石？カイニは布とロープを瓦礫でこしらえた祖母の家を見渡してうなずく。この家無防備すぎる。石壁でも作ろうと思って。祖母は前歯の抜けた口を開いて笑った。盗まれて困るもんなどないよ。泥棒じゃない、魔物対策だ。昨日も集落の西側で目撃されたっていうし、用心しとかないと。祖母は気まずそこに国分をかしげた。どうしても今日やらなきゃダメかい？たまには家でゆっくり。飼いには祖母の言葉を遮り、首を横に振った。そんな優雅な身分じゃないだろ。私たち今日働かなきゃ、明日食うもんがなくなる。おう、リアル貧乏。祖母は迷子になった子供のように頼りなく目を泳がせたが、やがてゆっくり笑顔を作る。そうか、そうだね、悪かったね。そして飼い主に待っているよう頼み、家の奥から月の涙の花飾りを取ってきた。5年前、孤独の淵にいた飼い主に祖母が作ってくれたものだ。上手に乾燥させたわけで、花びらは美しい白色を保っている。あんたも年頃になったんだ。自分じゃ気づいていないかもしれないが、なかなかいい女の素材を持っているよ。少しおしゃれしていきな。そう言うと、飼い主の頭に無理やり花飾りを乗せた。飼い主はすぐ取ろうとしたが、祖母があんまり嬉しそうに眺めているので、その手を途中で止めた。祖母は声をくぐもらせながら笑う。
カイネは本当に美しく優しく立派になったね。私は誇らしいよ。褒め殺しか？気持ち悪い。その口の悪さだけは何とかしないとね。誰に似たと思ってるんだ？そうはまた名前切ってクソガキがと、カイネの頬をつまみ頭突きをした元気だね。そのまま頬を額をグリグリと押し付けてくる。グリグリ攻撃。おばあちゃん？カイネの困惑した声を聞き、やっと離れてくれた。手鼻を噛み、ああ、嫌だ嫌だと神経の通わなくなった足をさする。みっともない真似を見せちゃったね。年を取ると心が弱くなっていけない。やっぱり今日は家で一緒に過ごそうか。カイネの申し出に今度は祖母が首を横に振った。いいのいいの。あんたはしっかり働いてきな。夕飯には虫の丸焼きを用意しておくからさと言い添える祖母に、カイネは舌を出してみせた。カプセルを横に倒したような形のあばら屋の前で祖母はカイネを見送ってくれる。風の強い日で土ぼこりが舞い上がり目が痛かった。カイネがだいぶ歩いてから振り返ると祖母はまだ立っていた。豆粒のようになっていたので表情はわからない。ただ風に吹かれて飛んでいってしまいそうな小さなシルエットは幼い子供のようで、カイネは保護が必要なものを置いていく後ろめたさを感じた。祖母のことが気にかかり、カイネは結局ケルマの木の実も石もろくに集められないまま一日を終えた。情けない気持ちで軽い手押し車を押して帰る。家の近くまで戻ると我が目を疑った。空に黒い筋がまっすぐ伸びている。煙のようだ。カイネは震える指でその煙の元をたどっていた。嘘だ。腹の底を冷たい風がさーっと撫でていく。形をなくし燃えていたのは祖母の家だった。つんのめるようにしてカイネは駆け出した。膝に全然力が入らない。それでも駆けた。何度も転びあちこち砂利ですりむいたが痛みは感じなかった。せわしない鼓動に合わせ前へ前へと足を運んだ。家が近づくにつれ視界が暗くなる。カイネは空を振り仰いだ。雲が出てきたかと思ったからだ。果たして太陽を隠したのは巨大な魔物だった。いつの間にか現れたのだ。カイネの真後ろで三本の足を踏ん張り太い腕でバランスを取りながら仁王立ちしている。甲冑のような殻に覆われた頭には無数の角が生えていた。一緒に倒した魔物から先の割れた尾が揺れるたび風が鳴った。カイネの足が止まる。魔物を見上げたまま動けなくなった。その不臭と迫力に吐き気が込み上げる。自分でも気づかぬうちに悲鳴が漏れていた。魔物の頭が下がる。カイネの存在に気づいたようだ。さっきのこもった睨み合いが続く。先に視線をそらしたのは魔物の方だった。気持ち悪い鳴き声を上げて祖母の家を見やる。カイネの反応を測るように二度三度と首を振ってカイネと祖母の家を見比べた。カイネは魔物の動きに合わせて視線を祖母の家に向けてみてハッとする。焼け焦げた、あ、なんだ、読めない、布のこと。向こうに動く人影を認めたからである。おばあちゃん。カイネの叫び、呼びかけが届いたのだろう。人影が動きを止め、力いっぱい手を振ってきた。間違いない、おばあちゃんだ。生きていた、無事だった。カイネの内側から安堵と喜びが湧き上がる。膝に力が戻り、再び駆け出せた。そんなカイネを嘲笑うかのように、魔物の尾がピンと空に伸びる。尖った口が開き、無数の牙が覗く。次の瞬間、魔物の方向が地面を揺らした。方向とともに口から飛び出した魔法だにカイネはあっけなく吹き飛ばされる。そんな技あったっけ。地面にしたたかに打ちつけられ目の前で火花が散った。うめきながらも何とか身を起こしたカイネが見たもの、それはひとっ飛びでカイネを追い抜き祖母の家にたどり着いた魔物とその巨大な足で踏みつけられた祖母の姿だった。
体内に向かって必死に手を伸ばす祖母の顔はすでに赤黒く変色していた。助けたい、助けなきゃ、今すぐ。しかしカイネは立てなかった。先ほどの衝撃で足をくじくか骨が折れたかしたようだ。おばあちゃん待ってろよ。カイネは麻痺した下半身を引きずったままズリズリと張っていく。やめてくれ。己の父たる歩みがもどかしかった。祖母の頭はすでに酸素が通わなくなっているのか、まぶたがだんだん閉じ始める。カイネは力の限り呼びかけ続けた。おばあちゃん、おばあちゃん。そんな二人を見比べ、魔物は口を開き、チロチロと舌を出している。こいつ、笑ってやがる。カイネは愕然として魔物を見つめた。全身を硬い殻で覆われた状態で、どうやって感情を表しているのかわからなかったが、ともかく伝わってきた。こいつは私とおばあちゃんをいたぶっている。あえて祖母を生かしておき、カイネが戻るのを待っていた。目の前で殺し、絶望させるために。そうはさせるか。カイネは力を振り絞って立ち上がる。ああ、右足が変な方向にねじれたが、気にしている暇はなかった。痛みを通り越して暑さを感じながらも走り出す。カイネは懐から取り出したナイフを構え、魔物へと突進した。祖母を踏みつけている足の根元に刃を突き立てる。おばあちゃんを返せ。キンと小さな音がしてナイフの刃が欠けた。魔物は微動だにしない。鋼鉄のような体を持つ魔物が相手だと、ナイフごときではどうにもならないのだ。じゃあアール君の剣とか、ね、カイネの新しいあのノコギリみたいな刀は相当な技物だったところか。カイネは崩れ落ちた。魔物はそんなカイネを嘲笑うかのように太い尾をブンブンと振り回した。よくしなる。何度か風を切った後、その鋼鉄の鞭はカイネに向かってためらいもなく振り下ろされた。ひとたまりもなかった。カイネは血を吐きながら宙を飛んだ。カイネ、カイネ。苦しげな声に呼びかけられ、カイネは目を開く。祖母の顔が目の前にあった。カイネの頬を両手で挟んで微笑んでくれる。おばあちゃん、カイネ逃げろ。こいつにはかなわない。今はまだかなわない。生き延びたいなら一目散に逃げるんだよ。カイネは祖母の腕を掴んでいった。なら一緒に逃げよう、おばあちゃん。すると祖母は寂しそうに首をかしげた。おばあちゃん。カイネ生きるんだよ。あんただけは生きぬ。最後まで話すことは叶わなかった。黒い影がすっぽり覆ったと思った次の瞬間、祖母の小さな体はその魔物の巨大な足に踏みつぶされてしまったのだ。魔物の長い足指の間から真っ赤な血が静かに流れ出す。声も出せずにその様を凝視するカイネに魔物が顔を近づけてきた。むせるほどの不臭が漂う。あ、ここでは漂うって読めるのにね。カイネの視線が自分に注がれているのを辛抱強く待ってから魔物は不意に足を上げた。粘ついた大量の血が糸を引き、なんだこれは、すさんな現場がいやおうなくカイネの目に飛び込んでくる。潰され血まみれとなった死体に祖母の面影はなかった。もはやそれが人間だったことすらわからない。祖母はもういない。虫けらのように殺された。カイネは頬を押さえた。そこにはまだ祖母の手のひらの感触が残っていた。生きろと言ってくれた祖母の手のひらの温かさが残っていた。風が流れる。祖母との思い出が流れていく。一人ぼっちだったカイネがようやく手にしたぬくもりはさらさらと流れていってしまう。どこかで雷鳴が届いている。そう思った。まさか自分が絞り出した絶叫だとは気づかなかった。魔物は臭い唾液を垂らしながらゆらりと近づいてくる。一歩進むごとに地面が震えた。カイネは立ち上がる。体があちこち奇妙にねじれ、
まっすぐには立てなかったが、それでも立っていた。髪は逆立ち、目が赤く光り出す。怒りのマグマの中から何か別の生物が生まれたようだった。尋常ではない迫力にさすがの魔物も動きを止める。その一瞬をカイネは逃せなかった。飛び上がり、刃のかけたナイフを突き立てる。魔物にとって痛くも痒くもない攻撃だとしても、刺さずにはいられなかった。魔物はゆっくり体を揺すった。カイネはナイフと共に落下する。そしてそのまま魔物の巨大な足に踏みつけられた。胸が圧迫され、目の前が暗くなり、ぐしゃりと嫌な音が頭の中で響いた。耳の中から生温かいものがドクドクと流れてる。きっと血だろう。カイネは冷静に推測した。どこか他人事のようだった。もうどうでもいい。ただ死ぬわけにはいかない。私はおばあちゃんに生きろと言われたのだから。カイネの唇がわずかに動き始める。なんだ、経文を唱えるかのごとく滑らかに動いていた。やがて風向きが変わると、その声がはっきり聞こえた。殺す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 ばっかり殺す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 。ああ、誰かと一緒になっちゃった。殺す殺す、絶対に殺す。カイネは遠のく意識の中、殺したいと生きたいという二つの思いが混じり合い、どろりと熱く濃いトグロを巻くのを感じていた。ああ、戻った。あ、画面を大きくしなかった。おい、来るぞ。分かってる。やっぱりおっぱしまったんだけど、ちょっと待ちな。俺多分これ弱いままだと、あの日のまんま病になってる。それ多分おまけにね、若干処理落ちしてんだけど大丈夫かこれ。ごめんね。じゃあ黒の玉をこっちにでしょ。で防御なんかね、やってる暇はない。このゲームに防御なんかないですからね。またでも、また同じ始まり方なのかな。で、回避にして、で、ワードエディットはちゃんと、ああ、何にも直ってない。あの日のまんま病ですね。直します。